今日はここ大名古屋食品卸センターで食材買っていきたいと思ってます。さあ無事食材買えましたんでキャンプ場に向かいたいと思います。テント立てていきます。ツーリングドーム ST、 いや楽しみですね。よし、入れると、グランドシート最高に引きます。で、あとはこうですね。いや久しぶりすぎてこのサイズ感っていうのが分かんなかったな。じゃあここの下にグランドシート一応引きます。で、全室用のこれか。で、この川崎のバイク色っぽい黄緑と黒をフライシートかぶせていきます。ここか。この両サイドは一応ちょっと重めの位置で止めて、とりあえず膨らませれました。続いてこちら寝袋ですね。もしかしたらこんな気が使ったら使わないかもしれないんですけど、一応広げときます。これはマミー型の寝袋になってます。とりあえず寝る場所はこんな感じです。もちろんね、こっち側も開けることできます。こんな感じで、側面もメッシュできるので、あ、真夏でも一応ね風通しはよくできますけど、これからの季節暑いだろうな。本日のゲストは仕事終わりのまさくんです。記憶をタウンに行くしかないんだよな。じゃあわざわざ長いまでよろしくお願いします。高ければ高いほどいいね。今普通に食いたくなっちゃった。これめっちゃうまいよ。うまそうだね。うん、ルモにしてはなんか
小部位ぐらいの量なんですよ。うんまっ。ももやね、めっちゃうまい。今めっちゃうまくない？うまい。ちょっと甘利島行って氷とお酒もらってきました。ハイボールいただきまーす。うまっ。めちゃくちゃなのかな。あっ。特別な特別な訓練は受けてます。訓練受けてる人だから大丈夫なんだよね。いや特別な訓練。うまい、いけるでしょ、うん、変なタレいらん感じじゃない、うん、うまい、うまいでしょ。おいしい。塩コショウだな、あれが。塩コショウよ。この最強スパイスかけて締めです。わさびで食べる。高ければ高いほど美味しい。よし、これをわさびつけて召し上がりください。食べてみて。うん、どうすか。うまい。うまい。いい。この食い方なの。もう最近僕のステーキの食い方。うまい。
今からこの辺使ってアヒージョ作るよ。ホタテ入れます。あとは塩コショウしておきます。塩コショウしてもうちょっとで食べれるかなってところです。いや、そうそう、寝ますか。枕もあるし。ではまた明日。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみ。いや、あのすぐここ自宅なんで寝れるんですけどね。一応今日はそろキャンプってことなんで。おやすみなさい。おはようございます。